2023年9月28日に台湾南部高雄市にある台湾国際造船大船において進水式が実施された。台湾が初めて国産で建造した通常動力型潜水艦海鯤海鯤海鯤の偽装工事は順調に進んでいるとみられ、2024年2月27日には乾ドックに移される際の様子が撮影された動画が公開されたよ。ちなみに海鯤という艦名の由来は中華民国台湾海軍の潜水艦における命名規則に則っていて、潜水艦の命名については海プラス動物名とされており、海と創始の商用油編で語られている伝説の超巨大魚鯤が組み合わされたものだな。今回は台湾初の国産潜水艦の建造について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回の移動作業は艦体を隠す目隠しなどの措置がされないまま行われていて、潜航時の海底地形探知などに使われる監視神型の高周波ソナーや側面アレイソナーなどの他に、魚雷発射管や排水口など、昨年9月の進水式では中華民国国旗で覆い隠されていた艦首部分の各種装備が確認されたよ。海鯤の艦体サイズは全長80メートル排水量2500トン3000トンの情報ありとされ、国産潜水艦とされて入るものの、戦闘システムはアメリカの原子力潜水艦に搭載されている、ロッキード・マーティン製のものが採用されて搭載されることになっているほか、魚雷も最新技術が込められているロッキード・マーティン製のNC-48を調達して搭載される予定なんだって。機関方式はディーゼルエレクトリックであるが潜航時の電力源として、日本の海上自衛隊の通常動力型潜水艦操縦型の11番艦応流と、12番艦投流そして後継の太芸型の1番艦太芸、2番艦白芸、3番艦人芸に搭載されているリチウムイオン蓄電池が搭載されていることで注目を集めているね。太芸型と同様に高性能リチウムイオン蓄電池を大量に載せているとみられ、この蓄電池の蓄電性能によってやはり太芸型と同様に2週間ほどの連続潜航が可能と推測されているな。海鯤は2020年11月24日に台湾国際造船で寄港され進水まで2、3年を要してきたが、台湾はこの先この海鯤級通常動力潜水艦を8隻12隻との情報もあり建造する計画であるとされ、日本円にして1兆6000億円に及ぶ予算を組んだと言われているぜ。今回動画が公開された海鯤の偽装工事が完了して台湾海軍に収益する時期について、蔡英文総統は2024年末を目指していると述べているものの、軍事専門家の間では収益がそれよりも遅れる可能性があると指摘する声もあり、2024年末から2025年にかけての時期になるだろうとの見方が主流だね。台湾海軍は現時点で4隻の通常動力型潜水艦を保有しているけど、いずれも数世代も前の旧式潜水艦であり、最も新しいシャチでさえ1988年に収益していてその艦齢は36年にもなるんだ。このシャチは海竜級通常動力潜水艦の2番艦で、海竜級はオランダ海軍のズバールトフス級通常動力型潜水艦の改良型とされ、この2隻は現在の台湾海軍では貴重な虎の戸的存在だね。基準排水量2300トン水中排水量2600トン全長 66.92 メートル、全幅 8.4 メートルと海鯤より一回り小さいが、ディーゼルエレクトリック推進により水上の最高速力12ノット、水中最高速力20ノットを発揮するほか、6門の 533mm 魚雷発射管からはハープーン対艦ミサイル SSM 発射することが可能とされ、現時点においてもある程度の戦闘力を持つ通常動力型潜水艦として評価されているぜ。しかし日本の海上自衛隊で言えば、すでに2世代前の潜水艦としてその全てが退役している、渦潮型潜水艦と同世代であり、さらには2021年4月21日に乗員53人全員が死亡する、沈没事故を起こしたインドネシア海軍の潜水艦 KRI ナンガラなどとも同世代の旧式潜水艦であるため、高性能化が著しい中国海軍の潜水艦の性能にははるかに及ばないばかりか連動が低いと見られている。中国軍の哨戒能力でも探知が可能で、
しかも運用されているのが2隻のみでは中国にとってさほどの脅威とはならないとされてきたわけだ。なぜ2隻しか購入できなかったかについては、台湾海軍ではこの海琉球潜水艦をオランダのスフェイエノール都社から6隻購入する予定であったけど、この契約について中国がオランダ政府に対して強烈な外交圧力をかけたことにより、中国との関係悪化を恐れたオランダ政府がストップをかけたためとされているんだ。台湾海軍では海琉球の他に2隻の通常動力型潜水艦を保有しているけど、コラレはいずれも太平洋戦争時に建造されたアメリカ海軍の通常動力型潜水艦で、退役後に台湾海軍に売却されたいわば骨董品だね。そのうちの1隻海氏は1945年に就役したアメリカ海軍天地級通常動力潜水艦のカットラスで、1973年12月4日に台湾に売却され、基本排水量1870トン、水中排水量2440トン、全長95メートル、全幅 8.33 メートルの艦体に 533mm 魚雷発射管を10門備えているものの、近年では艦体の耐圧からの歪みが発覚するなどして、水深20メートルまでしか潜れないとされ、もう一隻のアザラシもまた1946年に就役したアメリカ海軍のパラオ級潜水艦のタスクの退役後に台湾海軍に売却されたもので、同艦も全近代的な潜水艦として開始と同様に実用的な潜水深度は20メートルほどであろうと言われているため、中国海軍から見て脅威となる存在ではないぜ。その台湾海軍がこの先、日本の最新鋭潜水艦である太平型と同等かそれ以上の性能があるとも言われている。潜水艦を12隻も保有することになれば、中国海軍にとっては厄介な存在となることは間違いないと見られているな。しかしながら戦術したようにこれまで国産潜水艦を建造した実績がない台湾がいきなり、戦後数々の潜水艦を自主開発し続けてきた日本の最新鋭潜水艦と肩を並べるほど高性能な潜水艦を設計建造したことについては、西側諸国欧米メディアによると、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国からの技術提供があったのではないかとの見方が広がっているよ。西側諸国の中で中国に対して表立って対抗できるのはアメリカくらいのものだけど、アメリカでは1959年に最後の通常動力潜水艦バーベル級3隻を建造したのを最後に、同級の設計資料を日本とオランダに譲渡しており、日本では渦潮型、オランダでは台湾海軍海流の原型であるズバールトフス級潜水艦に引き継がれ、それ以降アメリカは原子力潜水艦しか建造していないんだ。そして海鯉の蓄電池がリチウムイオン蓄電池であることと、双流型と太平型に採用されている、 X 字舵が採用されていることなどから、設計建造については水面下で日本からの技術提供があったのではないかとの見方もあり、これらの他にも日本は水圧に耐える超高張力鋼の製造技術に長けていることから、民生レベルでの技術協力といったような形で製造に関する技術情報を提供している可能性があるとの見方もあるよ。台湾の潜水艦建造において海鯉の建造に目処がついたことから、さらに中国大陸の内陸部を直接攻撃することが可能となる長射程のスタンドオフミサイルを発射可能な潜水艦開発を進めるのではないかとの噂があるな。現在反撃能力としてスタンドオフミサイルである12式地対艦誘導弾能力向上型の開発を進めている日本と同様に、台湾においても中国軍による台湾侵攻の可能性が高まった場合に先制攻撃が必要との声が高まっていて、現在保有している中国大陸に届く射程約 600km の国産巡航ミサイル U-2E の量産を開始し、射程 1200km の改良型も開発中だと伝わっているぜ。そしてそれらを発射できる潜水艦を多数建造して中国への抑止力にすべきとの意見が、台湾国内においても次第に高まりを見せているとされ、中国がこれまでのように武力の威嚇で台湾を制御することが困難になっていくであろうとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録してね。
ようやく F3 戦闘機の輸出に対する公明党との合意が成立したね。これに伴い、15カ国限定での輸出が開始され3月26日に閣議決定されたな。今回は15カ国輸出を可能とした次期戦闘機の話と日本の戦闘機配備の行く末を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本、イギリス、イタリアとの共同開発が進められている次期戦闘機 F3 を防衛装備移転三原則にのっとって行われる第三国への輸出について自民党と公明党の間で同意が得られていなかったんだけど、次期戦闘機については輸出先を国連憲章に沿った移転協定などを結んだ国のみとすることを柱として検討することで、これまで輸出に難色を示していた公明党が要求していた歯止め策として提示したことで合意を得たよ。そして、2024年3月15日に自民党の都会政調会長と公明党の高木政調会長が会談をして、公明党側が歯止めを設けることで輸出を容認する合意が得られたことを表明し、両政調会長は私たち与党の方も、こうやって合意をしたからには説明責任を負うということで、しっかりとした説明を自民党と公明党で国民の皆様方にして参りたいと述べたんだ。この政府与党の合意によって3月26日に閣議を開き、第三国への次期戦闘機の輸出を容認する方向性を閣議決定で示し、国家安全保障会議 NSC を招集して、正式に次期戦闘機における防衛装備品移転三原則の運用指針を改正したね。この運用指針によって次期戦闘機の輸出ができるようになったのは、日本が国連憲章に沿って防衛装備品の移転協定をすでに交わしている。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、オーストラリア、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、アラブ首長国連邦 UAE の合計15カ国だな。政府ではイギリスとイタリアを除く、これら15カ国から次期戦闘機導入の打診があった場合、戦争や紛争の当事国でないことを条件ではあるが、個別に与党間で協議を実施した上で閣議決定により承認していく方針が打ち出されたぜ。具体的に説明すると、厳格な意思決定のプロセスを進めるために政府が輸出を可能とする場合に加え、実際に戦闘機を第三国に輸出する際にも閣議決定するほか、この方針の対象は次期戦闘機だけに限られ、輸出先を前とした15カ国に絞るとともに戦闘が行われている国には輸出しないというものだね。さらに今後、新たに日本と移転協定を交わした国への輸出も可能になる予定であり、これによってイギリスとイタリアが抱いていた次期戦闘機共同開発に対する悪影響への懸念が払拭されるんじゃないかな。また、自民党内においても日本政府が次期戦闘機の輸出を拒んだ場合には、日本が提供する最新技術が見返りなく奪われるだけでなく、将来の他国間における防衛政策に大きな禍根を残すことになる、と指摘されていたが、歯止めがつけられたものの輸出への道が開けたことで安堵する声が広がっているらしい。これに対して野党からは15カ国に絞ったと言っても新たに協定を結ぶことで輸出国を増やすことは可能であり何の歯止めにもならないだろう。戦闘が行われている国には輸出しないというが、輸出後に戦闘が行われたケースはいくらでもあり、これもまた歯止めにはならない、と指摘されており、今後も政府と自民公明両党は国民に対する丁寧な説明が必要だろうな。次期戦闘機の開発は、共同開発機関が今年の秋頃までに発足される方向で最終調整に入っているけど、本部はイギリスに置かれて組織のトップは3カ国から交代で就任することが決まっていて、最初のトップには日本人が就任する方向で進められているみたい。2024年12月9日に日本、イギリス、イタリアの3カ国の政府から、次期戦闘機の開発においては、グローバル戦闘航空プログラム GCAP と称されるプロジェクトが立ち上げられ、これまで日本が進めていた。次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリア及びスウェーデンの間でユーロファイタータイフーンの後継機として、共同開発が進められていた BAE システムズテンペスト開発計画が統合され、共通の戦闘機を共同開発することが発表されたよ。現時点でスウェーデンは共同開発計画には参加していないけど、
この GCAP に各国から参画する日本企業として、次期戦闘機開発計画においてもともと契約の主幹であった三菱重工が新たに主契約者となって機体を担当することになったほか、IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当することが決定したんだ。また、イギリスから参画する企業として、機体については BAE システムズ、エンジンはロールスロイス、電子機器はイタリアのレオナルド S。A のイギリス法人がそれぞれ担当することになったぜ。一方でイタリアからはレオナルド S。A とアビオエアロが開発に参加するほか、次期戦闘機用のミサイル開発として、イギリスに本社を置くヨーロッパの武器製造企業である MBDA も参加する予定だな。さらに日本、イギリス、イタリア各国政府から、前途した GCAP を推進させるための政府間組織を、今年の秋頃に発足させる方向で最終調整に入ったと報じられていたが、その共同開発を管理するために、設立されることになった国際機関 GIGO の設立条約が、昨年末に署名されたことが各国政府から発表されたようだ。GIGO は本部をイギリスに置き、当初の組織のトップには日本人が就任する方向で調整しており、2024年内に正式合意する見通しとされているよ。また、次期戦闘機開発の中核となる日本の三菱重工業とイギリスの BAE システムズに加えてイタリアの、レオナルド S。A も、この GIGO からの指示に基づいて機体の設計や製造などを担う、共同企業体 JV を立ち上げるらしく、この JV も本部機能はイギリスに置かれ、こちらの初代トップにはイタリア人が就任する方向で進められているね。なお、GIGO と JV それぞれのトップについても、数年ごとに参加国が交代で務めることになっているぜ。今回 GIGO や各国企業による JV に関する組織トップの持ち回りなど、表向きは参加国のバランスを取った形となっているものの、両組織の本部がイギリスに置かれたことについて、これまで日本政府が次期戦闘機開発において掲げていた、日本主導の開発という大きな理念が後退する可能性があると指摘されているね。3年ごとにトップが後退しても本部がイギリスにあるため開発の主導権をイギリスに握られるのではないかと、懸念を示す軍事評論家も出てきているが、これまでの戦闘機開発の経験から見て、三国の主幹企業の中で、ノウハウが最も集積されているのは BAE システムズであるので仕方のない気もするよ。今後、GIGO では機体設計に求められる要求項目などを整理し、JV に設計や製造などを発注する運びとなり、防衛省は来年度予算の概算要求の中に共同開発機関の運営拠出金を計上し、イギリスとイタリアも同程度の金額をそれぞれ負担する方向で調整しているみたい。また、次期戦闘機における各国の要求が違ってくる可能性があることを指摘する声が一部の軍人評論家から上がっていて、空自における次期戦闘機の位置づけが F2 戦闘機の後継であるとすれば対艦攻撃能力が必要となるが、共同開発で作られる次期戦闘機にそれが盛り込まれるかは不透明らしい。しかし、このことについては仮に次期戦闘機が空戦能力重視の制空戦闘機であったとしても、空自が現在納入を進めているアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2が、制空戦闘のみならず対地対艦攻撃も兼ね備えられている多用途戦闘機であるため問題はないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。カナダ海軍が通常動力型の攻撃型潜水艦の取得に動き、対米型潜水艦を念頭に置いているらしいという情報をキャッチしたよ。日本の潜水艦は現地建造に弱いのがネックだよな。オーストラリアでの現地建造で一度落選している経緯があるし、フランスに取られたんだが、そのフランスは原子力潜水艦建造でアメリカとイギリスの後塵を拝したらしい。今回は、カナダが日本の対米型潜水艦に注目する一方、攻撃型潜水艦は現地建造のため、防衛省は落選化について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
日本における防衛力の要と位置づけられているものの一つに、かつて防衛力整備計画に基づいて2023年3月に実現した潜水艦対22隻体制ということは、衆目の一致する見解とされているよ。2024年、海上自衛隊の潜水艦隊を古い方から紹介してみると、親潮型8隻、そういう型12隻、太平型2隻で22隻体制となり、加えて親潮型2隻を練習潜水艦として保有し、運用しているんだ。海自はこの22隻潜水艦隊を最新の状態で維持するべく、三菱重工業者と川崎重工業者の2社が各年で新造潜水艦を供給しているね。これによって建造能力やインフラ保持も確保されているというわけだ。言うまでもなく、海上自衛隊の潜水艦隊は全てが通常動力型の攻撃型潜水艦で構成されており、主兵装としては、艦首部に装備する6門の 533mm 魚雷発射艦から運用される兵器だぜ。こうした状況下、海自で実戦配備されている潜水艦の中で最も古い艦級の親潮型だけど、2000年平成12年3月に就役した3番艦渦潮で、今年で25年目の艦齢となるよ。海自の潜水艦が全て通常動力型攻撃型潜水艦というのは前述の通りだけど、機関部の構成は艦級ごとに改められていて、艦級と同様大きく3種類に分けられるみたい。一番古い親潮型はディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式で、世界の歴史上、潜水艦が海軍戦力として登場した1世紀以上前からある古典的な構成となるぜ。続く双遊型は1番艦双遊から10番艦の双遊までの10隻が、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機に、スターリング機関も備えるディーゼルエレクトリック方式で非対機依存推進方式だな。そして双遊型11番艦欧遊、12番艦東遊、現在最新鋭の太平型はディーゼル機関とリチウムイオン製バッテリーと発電機を備えたディーゼルエレクトリック方式を採用しているってわけだ。双遊型11番艦欧遊以後の機関構成は、世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式で、安全性に問題があると言われたリチウムイオンバッテリーの問題をクリアしたということで注目を浴びているみたい。通常動力型攻撃型潜水艦の世界的な潮流でも、数年前までは非対機推進を採用することが必須感が強かったのですが、双遊型11番艦欧遊の収益を認識に変化が生じてきたとも感じられるよね。こういった海自の潜水艦の配備状況の中で、かつては双遊型がオーストラリアのアタック級の後継艦として初めての海外輸出となる可能性が取り沙汰されたこともあったけど、成就しなかったんだ。オーストラリアはこの時、フランスのシュフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改修したものを採用することに決めたんだけど、イギリス、アメリカとの新たな軍事同盟オーカスの締結によって撤回されたことはご存知の通りだよ。オーストラリアはオーカスの締結によって、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦を5隻程度調達し、以後はイギリスと新規の攻撃型潜水艦オーカス級を建造し、取得する方向へと舵を切ったわけだな。こうしたオーカスの動きに伴い、世界の攻撃型潜水艦のマーケットが今後は一気に原子力推進に傾くという見方も指摘されたが、高額な建造費や維持費の費用対効果を熟考すると通常動力型攻撃型潜水艦の需要は残存していると言えるぜ。具体的には2023年の段階で通常動力型攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国は、オランダ、ポーランド、ルーマニア、中東ではエジプト、アジではインド、フィリピン、南米ではアルゼンチンなどが挙げられるよ。北米ではカナダも志向しているから、インドとカナダを除けば、広い海域を戦場とすることが考えにくい。つまり大陸国が主に費用対効果に優れる通常動力型攻撃型潜水艦の調達を希望しているように思われるね。インドの場合は広大なインド洋と対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備警戒に通常動力型攻撃型潜水艦を望んでいるとみられ、この考え方は中国やロシアと似た運用方針ではないかと感じられるよな。
カナダは地理的な位置を見ると、西に太平洋、東に大西洋、北に北極海と広大な海域を守備範囲として抱えていて、また NATO に加盟する最大の同盟国であるアメリカに隣接しているため、比較的恵まれた安全保障環境にあるとも言えそうだぜ。現在のカナダは1980年代にイギリス海軍が最後の通常動力型攻撃型潜水艦として建造した、アップホルダー級潜水艦4隻を譲り受け、ビクトリア級潜水艦と名称を改めて運用しているね。この旧アップホルダー級潜水艦、現ビクトリア級潜水艦のサイズだけど、水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル、全幅 7.6 メートルで、主兵装は艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦となっているよ。同艦はイギリス海軍において1990年から1993年にかけて就役したが、同海軍が潜水艦の推進方式を原子力に一本化する決定をしたため、1993年から1994年にかけて退役し、カナダ海軍は2000年から2004年にかけて再就役したというわけだ。現ビクトリア級潜水艦はイギリス海軍ではたった1から3年ほどしか運用されなかったため、貴重な新古品としてカナダ海軍が受け入れたという形だが、カナダ海軍では兵装の対艦ミサイルや機雷が除かれ、超魚雷だけで運用しているぜ。こうした兵装の省略からも推測すると、カナダ海軍が現ビクトリア級潜水艦に求めた能力は、純粋な哨戒任務が主であると見られるんだけど、現時点ではイギリス海軍での就役から最大35年、カナダ海軍でも25年経過しているから、老朽化が進んでいると言えるんだよね。そのためカナダの国防省は CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトと名付けた検討機関を設置。2034年に退役を予定している現ビクトリア級潜水艦を代替する方針を進めているみたい。このカナダ国防省の CPSP では、自国海軍の要求を満たす通常動力型攻撃型潜水艦の建造可能国をフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国そして日本と明かしているよ。CPSP が求める潜水艦の仕様を説明すると、1通常動力型に長期間の航行能力を持つ3北極海での運用できる4アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応の4点だな。その上で現行のビクトリア級潜水艦は4隻保有しているんだが、カナダは太平洋、大西洋、北極海という海域をカバーするために最低でも8隻、最大12隻を調達する意向があると示唆しているらしい。報道によれば CPSP は、前述のフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本ともすでに交渉しており、韓国や日本に視察に訪れたとも言われているな。先に挙げたカナダが求める4つの潜水艦の仕様を見る限り、日本の太平型は全て要件に合致するという見方もあるようだ。しかし多数の潜水艦の取得を目指す国の大半がそうであるように、カナダが採用する潜水艦の自国内建造を要件に加えるとすれば、日本には残念ながら実績はないからね。となると日本は落選ということになりそう。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。